川端です。よろしくお願いします。今回は國學院高校の問題となります。 x たす 2y イコール7かつ x 引く y の2乗たす2かっこ x 引く y 引く15イコール0の時 xy を求めなさいという問題です。ただし x と y 比べたら y の方が大きいよということですが、まずはですね、この下の式パッと見た時にですね、この x 引く y、x 引く y 2つ同じもの出てくるから、ちょっと文字で置いときましょうか。ラージ A と置きます。そうすると、ラージ A の2乗足す2ラージ A 引く15イコール0というぐらいになります。そしたらこれ因数分解でいきますよね。そうすると、カッコラージ A 足す5、カッコラージ A 引く3イコール0。したがってですね、ラージ A イコールマイナス5と3と出ますね。これはマイナス5または3という意味です。マイナス5か3ですよということですね。そしたらですね、 A っていうのは x 引く y のことなので、 x 引く y がマイナス5または3ですね。そうすると、じゃあこの x 引く y がマイナス5の時と x 引く y が3の時、両方やってみる必要があるということですね。そしたらですね、まず1番目として、x 引く y がマイナス5の時をやってみます。そうすると、x 引く y がマイナス5ですけれども、もう一個、この条件の式、x たす 2y イコール7ということなので、この x たす 2y イコール7かつ、x 引く y イコールマイナス5という具合になるんですね。で、これを満たす xy を考えようと。そうすると、これ引いたらですね、2y 引く引く y で 3y ですね。3y イコール7たす5で12。よって y イコール4と。で、y が4と出たら y イコール4を代入すると、ここ8になって、x イコールマイナス1という具合に出ます。ちなみにこっちにも入れておくと、x にマイナス1、y に4入れると、マイナス1引く4でマイナス5合ってますね。で、さらにですね、この条件を忘れないように、これ x、大なり y、x と y 比べたら y の方が大きい。これを満たしてますね。なので、まあ、要は OK だということになります。これは OK ですよと。じゃあ続いて、もう一つのパターンですが、今 x 引く y イコール3の時はどうなのかということですね。で、x 引く y イコール3で、かつ x たす 2y イコール7ですね。なので、x たす 2y イコール7と、x 引く y イコール3と。で、これ連立してみると、引いたら、2y 引く引く y で 3y イコール4で、y イコール3分の4と出ます。で、y に3分の4入れたら、x 引く3分の4イコール3で、x は3たす3分の4。すなわち、3分の13と出ます。そうすると、y が3分の4、x が3分の13なんですけども、今度は x の方が大きくなっちゃいますね。3分の13と3分の4比べたら x の方が大きいです。なので、これは x 小なり y を満たさないと。満たさないので、まあ、解としてはダメですよと。不適ですよということになります。はい。ということで、以上より、結局このx イコールマイナス1、y イコール4というのが答えだということになります。ということで、今回のポイントはですね、まずここね、x 引く y を a と置いて、この x 引く y の値が出るんですけども、これまたはこれなので、両方やってみなきゃいけないということで、で、x たす 2y イコール7とそれぞれ連立して解いてあげて、で、さらに、x 小なり y、この条件を満たしていないかどうかをチェックして、そのすべての条件をね、ちゃんと満たしたものがこれだったということになります。はい。ということで、まあ、高校入試としてはちょっとこういう問題珍しいかなというふうに思います。わかったかな？以上で解説を終わります。では。